エントリーナンバー2番、総合人間科学部社会学科3年の川村麻耶です。はい、川村さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、本当に妖精みたいな可愛らしい方なんですが先ほどなんかね、ちょっとおっさんっぽいというおっさんっぽいというですけど、まあ、そこはじゃあ後から触れるとして、はいはい、と今回そのミストフィアに、はい、立候補というか、志望された理由っていうのは、はい、友人が推薦してくれたこともあり、私は自分に自信をつけるために今回応募させていただきました。私は将来の夢がアナウンサーなので、アナウンサーになる第一歩にもなればいいなと思っております。なるほどですね、アナウンサー、はい、似合いそうですね。ありがとうございます。はい、そう、ではですね、そんな、川村さんなんですけども、はい、趣味が結構あるということで、はい、はい、趣味はスノーボードです。私は岩手県出身なので、岩手県に帰省した際は、いつも毎日ペースで行っています。毎日ってすごいですね。はい、毎日行きます。もういつからスノーボードやってらっしゃるんですか？そうですね、始めたのはそんなに早くはないんですが、私ずっとスキーをやっていたので、あのウィンタースポーツが好きで、スノーボードに転向してからはずっとスノーボードをやっています。はい、特技な得意なこう技とかってあるんですか？そうですね、あの技とかは特にないんですけれども、はい、頂上から一人でバンバン滑ってます。かっこいいですね。はい、あの先ほどですね、はい、あのちょっとこうチャームポイントかなんかちょっとおっさんみたいなところがあるというこのギャップなんですけども、はい、どんなところがおっさんっぽいんですか？そうですね、あのみんなによく言われるのは、まあ、笑い方がちょっとあの大胆で、はい、なんか今はちょっとあんまり笑えないんですけれどもあとはそうですね、食べ物とかもみんなこう女の子はスイーツが好きとか言うんですけど、そうですね、スルメとかのおつまみ系を好んでます。いや、いいと思います。はい、はい、スルメが好きな女性いいと思います。ありがとうございます。そんなじゃあお聞きしますけども、はい、好きな男性のタイプ、あ、好きな男性のタイプですか？もしくは好きなスルメでもいいですよ。好きなスルメのタイプでもいいですよ。好きな男性のタイプは、まずイケメンで、はい、おっとか、カール高いと、背が高くて、はい、そうですね、責任感の強い男性が好きです。はい、もう完全に最初外見から入りましたねすいませんいやいや、そうなんです、大事ですね、はい、でも責任感がある大事ですよね。そうですね、やっぱこう頼りがいがある人というか、そうですね、しっかりしている人が、努力家の人が好きです。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、私はミスソフィアンコンテストの本番に向けて、一生懸命自分の外見とそして内面の、磨きをかけていきたいと思っております。本番では凛とした私の姿を見ていただけるように、一生懸命頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。